能登半島地震で全域が断水した穴水町は水道の復旧に向けた動きを加速させています。水の安全性が確認でき、飲料水として使用できるようになりました。穴水町は昨日の時点で 37% の地域で水道が復旧しています。町は水が通った地域ごとに水質検査を進めていて、中心部では今日から飲料水として利用できるようになりました。また断水が続いていた恥ずかし地区では昨日夕方から水道が使えるようになりました。ああよかった、これで仕事が減る。水が出るって言ってもまだなんか水質検査がしてないから、直接それを口に入れるのは難しいです。大変です。まだ穴水町は全域での復旧のめどを3月下旬から上旬に前倒して作業を進めています。